粗品です。せいやです。うぅあれおぉあれおぉあれおぉあとねじゃあ当たってるな当たりそう。あれどこ行った。あーしょ今回挑戦するのはですね、アキネイタークイズ王です。ということで、まあ、お題がありまして、そのお題をはいか家で答えられる質問をしてこう絞っていくんで、何おもろいよなお手つきは3回まで。はい、さっき答えたの前やったんですよ、僕アラジンで正解して。はい、罰ゲームやってないよな。あー、確かにやってなかった。やってないですよねやってなかった、やってなかった。じゃあ、今日もし俺が勝ったら2倍。あ、そんなに言う。キャリーオーバーしよう。キャリーオーバーで。よし。さあ、じゃあ柿沼さんに今日も当てていただきます。その人は男ですか。ちょっと、なんでお前なんでお前から始まんねん。いつ何が。いや、俺の YouTube やねん。てっちゃんの本音が出とんねん。二人の YouTube やてっちゃん、俺の YouTube 俺の YouTube で。なんでお前からやんてっちゃん。そんな言い方ない。じゃあ、じゃんけんできます。じゃあ、じゃんけん、はい、あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ、僕からでいいですか。このように実在しますか。実在する。オッケー。それは人間ですか。違う。違う。来た、もののパターンじゃない。それは、これむずいよ。この部屋に今ありますか。iPhone。 いやストップストップストップ。えぐストップストップストップ。うわえぐ。いやいやいや、えぐえぐ。まあまあまあえぐ。今の2つ2つある。まず、おめでとう。まずおめでとう。まずおめでとう。え、2個目。でも、おもんなかったわ。これだかとしても。めでたいけど、おもんない。あの、全く盛り上がらない。何が？何が？もう一回目で当てて。いや、お前が何がおもろいって。お前が言うからアラジンの時に、そのいやお前全然攻めへんやみたいな。しかも俺ちゃんとこの部屋ですかってすごい絞り方しての。いや、もうこれはもう文句なしやな。いやいや、もうその芸人としてのスキルもないし、そのもうちょっとこう泳がすとかないよ。何にもね、ガチすぎるし。ガチよ。でなんかその答え iPhone もマジでもう冷めた。いや、前だってなんか前あったような気すもんね、iPhone。いやいやいや、じゃだからこれで、これはきついわ。アラジンの時のきつかった。見てて今見てた今。アラジンの時のバスゲームがこれ。いや、これやっぱこれかなって考えて、あ、違う違うっていうのが面白いね。なんか、なんやねんっていう。なんかもう感情が、いやいや、それは正直感情移入できへんな。だからもう一枚やろうや。次、まあでも罰ゲーム一個ずつあるもんな。うん、次でも決着つけた。お題ちょっと簡単すぎますね、アキネーターにしては。それをほんで初心者が当てて、わーって喜んでるんが、めっちゃ寒かった。ほんまに、ほんまに。まあ、なんか見ててゲロ吐きそうだった。俺気持ちよかったから。こんなチームでやってたんやと思って、なんかびっくりした。ほんま足し算といて、うやーって。いや、ちょちょちょ、もっとあの分数とかでこっちやりたい。なんでじゃあ分かってた iPhone は。なんかもう答えとして例題っすよ iPhone って。いや、よかったっすよ。もう一個あるっすね、お題。じゃあもう一個やろうや。元気出して。なんすぎるな。気持ちは分かるけど元気出せ。
じゃあこれ一等で当てた粗品がすごいんじゃなくて、一等で当てられた柿沼さんがダメでしょ。霜降りチューブ。じゃあ行きましょう。それは女の子ですか？なんてお前か。じゃんけんしよう。最初はグーじゃんけん、はい、しょ。それは難しいっすよね、次の難しい、うん、それは、人間ですか？バツ。頼むよ。それはここにありますか？おお、なかった。これあったらちょっと、そうやな。それはコンビニに売ってますか？それは細長いですか？バツ。僕持ってますか？バツ。おう、それは一般の人があまり持ってないものですか？おお、一般の人は。いいね。それは、平均の相場価格1万円以上ですか？うわ、うん、工事の時に使うものですか？うん、10万円以上ですか？相場。それは場所ですか？あ、なるほど。場所ですか？はい、いた。東京タワー。うおー、はい、これスカイツリー。うおー。今当たってたら俺何言われてたのかな、お前に。スカイツリーで。それは売ってるもんですか？売ってない。ズバリこの世に一つのもの。違うんや。むず。場所丸。日曜日もやってますか？日曜日やってん。日曜日やってん。面白い。行こうか。はい。ん？区役所。あと一等や。おもろいこれ。なんやろ。それはじゃあ、僕らが利用する建物ってことですか？もうでも絞られるな、かなり。それは、国が運営してますか？はい！郵便局！俺も思った。いや、だから国が運営してないからやろ？今、丸、ま、でしたっけ？国が運営してますか？丸。丸やから、あ、そうや、郵便局削れんのよ。あ、そうや、そうや、そうや。間違えた。もう一等ずつや。うん。めっちゃおもろいな、この問題。確信つかなあかんな、でも相手に悟られんように。その場所はドラマになっ、ドラマの題材になってますか、よく。はい。うわ、いった！マジ？銀行！うるさいな。うるさいわ。会長。あ、全部なくなった。会長の声やめろお前。イエーイ。おー、スライム、スライム、あスライム、スライムがどこ行った。あとせいやさん一等。一等です。まあでも俺も男やからもうこれで決める。次のターンで。マジ？ワン質問もう俺決まってんねんで。もう2個でちょっと言っといて。それ言っとくん。言っといて。何と何。いやでも質問して、うん、もう帰ってきたんで決めるからちょっと、はい、そこでは人が裁かれますか？おお、あ、罰やった。はい、もう一個の方。病院来た。あああああ、怖い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 。答えなんすか？学校です。うわそうよ。おもろ。そうだ、俺だよ、アキネーター。俺がやりたかったんだよ、かけるわ。ワイフォーやりたい。いい問題。学校でこんな盛り上がる。素晴らしい。ほんまや。そう、こうや。
郵便局、銀行、その病院、裁判所。うわー、今日は乾杯でした、ね、かっこおもろiPhone もな、おもろかったな。 iPhone はマジで下りチューブの、ほんまにレベルめっちゃ下がったと思う、ね、気づいてないって誰も。怖かった俺は。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。